奥多摩街道、新奥多摩街道起点、新奥多摩街道。立川市富士見町付近から、上り方向を見る、多摩川上水沿いの奥多摩街道東京都道29号、立川大目線は、東京都立川市から、福佐市を経て、大目市に至る都道である。支線のごく一部を除き、多摩川と JR 大目線に並行して走る。通称は、 旧道は、奥多摩街道、バイパスは新奥多摩街道と呼ばれる。その他、奥多摩街道の灰島三佐路から消火田野に至る者、東京都道5号、新宿大目線と交差し、東大目駅前を迂回する者、東京都道165号稲ふっ線と重複し、福っ新橋交差点から多摩川橋梁の長田橋を、経て多摩川右岸を北上し、秋きるのしくさばな地内で、 東京都道250号アキルノハ村線に至る整備途上の支線があり、そのうち東京都道165号稲伏佐線との重複区間は長田橋通りと呼ばれる。奥多摩街道という名前ながら奥多摩町内には入っていない。奥多摩町方面に行く場合は終点で交差する大梅街道を使う。うちで交番前、歩車分離信号新奥多摩街道は、 日野橋交差点から、福佐市のうちで交番前交差点までは4車線で、あるが全体的に交通量が多く、玉大橋北交差点より東側では、右折車線がない交差点や路線バスも多く、流れが悪い。また、玉大橋北、宮沢東、宮沢の各交差点は、青信号の時間が短く、渋滞しやすい。同片上交差点から昇華田の交差点までの間は、 国道16号と重複する。この区間は国道16号が右折する構造となっているため、曜日を問わず渋滞が発生することが多い。2010年4月より、うちで交番前交差点下り方向に、歩車分離式信号機が導入され、車両の左折できる時間が短縮されたため、アきるの方面に行く、左折車線で渋滞が発生するようになった。奥多摩街道や、 うちで交番前以北では、交通量は比較的少なめである。このほか、福佐市で行われる、福佐七夕祭りや、大梅マラソンなど、交通規制が行われるイベントも多い。奥多摩街道、新奥多摩街道、廃島支線東大梅支線福佐、草花支線。ありがとうございます。